なんで私とこの人なんですのそれはこちらのセリフですよどうして一番接手のないあなたとなんですか僕だってマリさんとか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 ,マリ,んとかマリさんと一緒が良かったですよなぜ一番興味のないあなたとなんですか興味がなくて結構ですわこのキャスティングには悪意を感じます全くですね 原作でもアニメでも、僕はいつになったらマリさんと、お尻今の見ましたかマリさんのお尻ですよ、皆さん、えー、お尻だけだったのに、誰だか判別できてしまうところとか、もう気持ち悪くてヘドが出ますわああ、あのお尻様をこの目に焼き付けることができたので、やかましい下品な乳袋のことなどきれいさっぱり忘れられます。僕はもう死んでもいいぜひともそのまま死んでくださいまし ほうブルマですか今どき珍しい反応が薄いんですのねものすごい勢いで狂気乱舞すると思っていましたのにブルマよりもマリさんが首輪を隠すためにジャージのチャックをきちんと首まで上げていることに感心していました意外とアニメをちゃんと見ている高飛びで顔面から突っ込んでいるのが可愛いですね意外と普通の感想座学はマリさんが一本取るんじゃないですかえ、ええ、あ 古代属性というのは魔女が体内に宿している魔力属性の中で極めて得意な属性のことですね別名ピュアブラッド僕の魔力属性絶望もマリさんの極光も古代属性に分類されますおおかしいですわこの人普通にコメンタリーしてる普通にやっちゃダメなんですかそんなことはありませんけどなんか調子が狂ってしまって言っておきますけど僕はふざけていても最初からちゃんと解説していますからねだ いなくても全く問題ない人ではありますねコメンタリー的にも本編的にも本編では必要ですわよさあ必要ない人の話はどうでもいいとして本当に仲が悪いですねこの2人 2> 仲が悪いのはこの2人の場合は相性の問題ですわねでもなんだか微笑ましさを感じますな、ね、険悪というよりはただ張り合っているという感じですしね 最近の2人は食堂で一緒にご飯を食べるくらいには仲が良くなっていますからねなるほどいいですねゆり一気に飛躍しましたわねえ名前教えてよここですわね ここで名前で呼び合うようになったんですわこの笑顔、たまらないですね思い人が別の男と名前で呼び合うようになってもいいんですの僕もマリさんとは名前で呼び合っていますけどあなたはそもそも名前しかないじゃないですかホンテッドって本名なんですの本名は竹本芳樹と言いますまさかの日本人嘘に決まってるでしょ本当バカですね、えー さあビーパーとも張り切ってビンビンに回していきましょうまだあと半分もあるんですよね嫌ならやめてもいいんですよ僕は一人でも大丈夫ですやりますわよコメンタリーをバルハラに乗っ取られるなんてことになったら私のメンツが立ちません威勢だけは一丁前ですね ちょっと待て<ん>草薙なぜお前はこの女のことを名前で呼んでいるところでどうして名前で呼び合うことがそんなに重要なんでしょうそれは親密度の表れといいますかファーストネームで呼び合うのはああ僕のマリさんが僕以外 抱きついちゃうのは嫌なんですな、ね、おのれしかしこのマリさん超かわいいですね表情から察するに本当は嫌だけどライバルに負けたくないから無理をして好きでもない男に抱きついたんですねマリさんそのポジティブさは一周回って羨ましいですわねあの可愛らしいヤヤバをペロペロしたい5周くらい回って気持ち悪いですわもっとこのマリさんを見ていたいカメラさんもっともっとマリさんをいい加減にしてくださいまし打ち殺しますよ目うさぎひどすぎませんああもうああ もう台なしです僕のリビドを返してください3話での私の出番は少ないのにこんな仕打ちあんまりですわ戦トトーナメントそういういのもあるんですかいやあななたた乱入してきたじゃないですかあああれってトーナメントやってたんですね気づきませんでした確かになんか人が多いなとは思っていたんですがなるほどガテンが行きましたさて次の回のコメンタリーですがうん 草竹と杉並鵤さんですねえっと誰でしたうちの整備担当ですわよ黒髪白衣の子ですいやこっちですこの草薙竹の方主人公です